お台場船の科学館にて屋外展示されている推進装置。下側に映る大型容器がクライオスタット。上部に取り付けられた構造物が液体ヘリウム収納容器。クライオスタット右側から海水が侵入し、左側へと排出される、右舷推進機東芝製。ヤマトとは、1992年6月16日、神戸港において世界で初めて超電導を利用した。 電磁推進によって、有人自力航行に成功した、実験船である。船名である、ヤマトとは、日本を表すヤマトに由来する。同時に、宇宙戦艦ヤマトや、戦艦ヤマト、また古事記に記されている日本穂高の歌である。ヤマトは、国の真滅場などの意味も込められている。神戸海洋博物館にて船体と、推進装置内部の超電導電磁石が、 野外展示されていたが船体は2016年度に撤去された。右ガー推進装置は船の科学館に屋外展示されている。世界の造船量50%を超えるシェアを誇り、造船王国と呼ばれた日本ではあったが、コンテナ船、LNG 船、ホバークラフトや Z ットホイールといった付加価値の高い船舶は国外製が多く、船の心臓である。 エンジンなども海外製やライセンス生産などに頼らなければならない実情があった。また1985年当時、日本造船業界は海運不況の煽りを受けの木並み業績が低迷し、それに伴い研究開発なども賃貸傾向であった。そこで、後、大和市開発研究委員会委員長となる笹川洋平が国内造船業に問題提起するとと,ともに、 経験の浅い技術者要請なども視野に入れた計画を立案する。通常、船舶はスクリュープロペラを有している。ジェットスキーなど、ウォータージェット推進機を用いた船舶もジェット、噴射構造内部に、インペラと呼ばれる小型高速回転プロペラを利用し、海水を高圧にて噴射することによって水力に変えている。これに対し、ヤマト1は、一切の回転系推力発生器を使用せず、 代わりに、超電動電磁石を利用し強力な磁場を作り出し、磁場中の海水に電流を流して、ローレンツ力により海水を噴射する、ウォータージェット推進方式を採用している。これによりスクリューや内燃機などが不要になりほぼ無音航行が可能であり、また不快な振動がなく、環境性能も高い。構造特性から、 プロペラ部分のスペースが不要になることにより自由度が高い船尾設計が可能になり、尖閣を貫通する構造物がないために海水が船体内部に侵入しない、スクリューを高速回転させることで発生する、キャビテーションが発生しないなどの利点がある。推進装置は2機搭載されているが、それぞれ別のメーカーにて製造された。右限推進機は東芝が担当し、左限推進機は 三菱重工が担当した。また尖閣は専門工業デザイナーに依頼された。実験船ではあるが、試験航行に関して通常の海域を航行するため海事関係法令の適用を受けなければならない。そこで開発当初からこれが考慮され設計されている。運輸省検査官による基準検査を受け合格したため、船舶国籍証明書、船舶検査証書の交付が行われている。 国内外での関心が高く、諸女公開日には多くの関係者や海外の軍関係者、造船関係招待者が神戸を訪れている。その他、ロイター通信やワシントンポストなどの紙面を飾った試験高校後の展示保管場所候補として東京と神戸が挙げられたが、検討の結果、神戸市に対し無償譲与することとなった。百九十六年より神戸海洋博物館で、 野外展示されていたが、2016年11月に撤去された。2017年3月をめどに解体の予定。電磁推進は、海水中の電流と磁場により、フレミング左手の法則で示される方向に、発生するローレンツ力を利用して船を動かす方法である。例えば、電磁石により、海水中に上下方向の磁場を発生させ、船体に設けた一体の電極により、 海水に船体左右方向の電流を流すことで船の推進力を得ることができる。ローレンツ力ベクトルは磁場と電流の外積で表され、海水電流のジュールロスは電流の事情に比例するため同じ水力を得ようとするとき時速密度が大きいほど推進効率は高くなる。電磁推進原理は古くから知られており、1961年に米国人である。 W.A. ライスにより特許が取得されている。その後マサチューセッツ工科大学で高速船研究を行っていた R.A. デラとウェスティングハウスエレクトリックの技術者である s a がすでに電磁推進船の研究を行っていた。また R.A. デラは研究結果から船を推進させるに十分な力を発生させるには超電動電磁石ではなければならないと結論した。日本においては 1976年に神戸商船大学の佐治義郎教授が超伝導に着目し、世界で初めて模型線セ,セムド -1 での実験に成功しており、本線はその発展とも言える。電磁推進方式は磁場の種類と範囲で分類される。種類には磁場が変化しない直流事情方式と時間変化する交流事情方式がある。範囲については、船体以外の海水に、 ローレンツ力を発生させる外部事情方式と、船体内流路の海水を駆動する内部事情方式がある。交流事情方式は、海水中に電流を流す必要がなく、電極の信頼性や塩素発生の問題を避けることができる一方、誘導方式であるためエネルギー変換効率を高くすることが難しい。 磁場が変化することによるヒステリシスロスなどの損失は推進効率の低下だけでなく、熱としてクエンチの原因ともなるため、時速密度を上げる上での技術的リスクがある。外部事情方式は先行研究で実績があったが、設計時に磁場の分布と推進性能が予測しやすく、漏洩事情抑制にもメリットのある内部事情方式が採用された。そのため、ヤマトは、 直流内部事情方式となった。マト一設計にあたっては、漏洩事情による、センタ以外の計線設備など、次世帯構造物との、相互作用を予測し、問題のないレベルであることが確認されている。超電動コイルは、まずガス HE 循環により、常温から20ケルビンまで温度を低下させ、20K 到達後、液体 HE の中液により、約 4K まで冷却された。 熱応力による破壊を避けるため、装置内で 40K 以上の温度差が発生しないよう、監視しながら、段階的に温度を低下させ、初期冷却試験では、ガス HE 循環開始から、液体 HE 中液まで15日かかっている。液体 HE 中液に用した時間は、約36から48時間である。A 引力は、三菱重工神戸造船所。 第6岸壁のボラードと実験線を直径 10mm のテトロントサ作により接続し、ロードセルにより計測された推進装置の運転条件は、時速密度 1t 及び 2t、海水通電電流最大約 2000a、時速密度 2t、電流 2000a の時 A 引力約 7500n、同条件の速度試験では約5.3ノットが得られている。 運輸技術審議会諮問第18号に対する、投申、チャレンジシップ21計画では、超伝導電動電磁推進線実用化の主な課題として、推進効率と小型軽量化の2項目がリストアップされている、推進効率工場岩田らによる直流内部事情方式の仮想設計では、海水管磁束密度 15t でプロペラを超える、推進効率になるとの結果が得られている。 推進効率向上のためには、マト一の設計値 4t を約4倍以上に高めることが望ましく、現状の時速密度と寸法、重さのトレードオフの関係を変える技術開発が必要である。推進装置の小型軽量化事場強化を行うと、超電動コイルだけでなく、クライオスタットも大きく、重くなる。また、現在の強磁性材料よりも軽い磁気シールドや、 コイル配置設計などの技術開発も必要である。推進装置の寸法と重量のため、ヤマト1は排水量185トンでありながら、定員は10人と少ない。このほか以下の課題がある。起動時間の短縮常温から4定まで、超電動コイルを冷却するためには、各部の熱膨張の違いを緩和するため時間をかけなければならず、約10日間以上要する。 航行中に不具合が発生した場合、推進装置の再起動が遅いことは、運用範囲を狭くすることになる。ヘリウム冷却 HE は効果であるため使用量を減らすか、窒素冷却で動作する超電動コイルの開発が求められる。塩素発生の抑制海水電流により、電極で次亜塩素酸素弾が発生する。大和一では、海水管出口から約1メートル離れた場所で、 水道水程度であるものの出力向上により発生量は増える。この抑制に電極板表面の材料の工夫等や交流事情方式推進機の開発が必要である。大和一問題抽出と特性実験のために試作された推進装置全長3 3 5 0ト、mm、ル設計値で中心磁場に T ローレンツ力 400N。 1985年日本造船振興財団が主体になり、超電動電磁推進船開発研究委員会を設立、電磁推進船の構成及びシステム調査、超電動電磁石、低温技術の調査、海流水槽の設計製作、1986年電磁推進船の推進効率研究、超電動電磁石の設計、洗浄、 地上用ヘリウム冷却装置の設計、実験棟の建設、電極材の研究、1987年電磁推進船のモデルテスト、超電動電磁石の詳細設計と、単体コイル製作、超水槽の建設、1988年電磁推進船の詳細設計、コイルクライオスタットの製作、冷却装置製作、試験公開会域の調査、 1989年電磁推進船の建造着手、偽造、コイルタ推進装置の組み立て調整、三菱造船神戸内に陸上支援施設建設、1990年電磁推進船の完成、命名式、推進装置調整、1991年にヤマトマイナス1に電磁推進装置の搭載、調整、1992年にヤマトマイナス1、 神戸湾において、海上試験高校、評価などを行う、1961年、WA ライスが、電磁推進船のアイデアを、米国特許出願、直流外部磁場型、液体金属用電磁ポンプからの発送、1962年、OM フィリップスにより、交流磁場型が提案された、1963年、LRA デーラにより、 内部事情推進装置が提案された。1967年に SA が直流外部磁場型の世界初の常、め、電動コイルモデル線を製作。超電動コイルを用いることで、推進効率を向上できると結論した。1976年セムドマイナス -1、神戸商船大学佐治教授のグループが世界で初めて、超電動コイルを用いたモデル線セムドマイナス -1 を製作。 直流外部磁場型を採用し、船底に、キール状の推進装置を持つ、全長1メートル、時速密度 0.6t で約 7.5e-2n の推進力を得た。セムド -1 は、船の科学館本館にて展示されていた。1979年セムド -1 に続く2号モデル 1000ST-500 が製作された。 セムド -1 同様パネル方式の直流外部磁場型であるが、電極は船底に水平に並ぶ配置である。全長3.6メートル、700キログラム、時速密度 2t、電流 65a で、最大水力 15n、速度秒速0.6メートルを得た、1983年岩田らにより2000トン半、没水総動船用電磁推進装置の仮想設計が行われた。 直流内部磁場型として、時速密度は、現状の技術範囲の 5T と、超電導技術の進展を期待した 15T の2種。その結果、5T モデルでは、プロペラ推進機に推進効率が及ばず、特殊用途の探索が必要との見解が示された。ありがとうございます。